えこんにちは、松野博一です。長年の同志である長谷広さんの挑戦も全力で応援をします。長谷広といえば議員立法と言われるほど、長谷さんは立法に強い情熱を持って取り組まれました。その分野は、子供のいじめ問題、虐待問題、過労死、自殺対策、その時一番困っている、 社会的に弱い立場にある人に寄り添いながら、ハゼさんは立法活動、政治活動を続けてきました。文部科学大臣をはじめとする長い政治経験、そして幅広い人脈、ハ谷博さんが誰よりも愛する石川県のために、石川県をしっかりと前に進めていく、その挑戦を私たちも全力で支えていきます。ハ谷博さん、頑張れ